ざいます。失礼します。ありがとうございました。おう。
岡場の小5の時の帯広大会だっけな、うん、あったよね。帯広大会の時にベスト4に入った時にその試合後に吉田先生に声をかけてもらって、ですぐにはもちろん返事できないんで、立って時間が決めたのは、決めたその時期はちょっと覚えてないですけど、入ったきっかけとしてはやっぱり強い人たちの環境だったり、素晴らしいスタッフというか、まあ監督コーチの人だったり、まあ素晴らしい環境の中でできるっていうのにすごく、まあ、憧れもありましたし、魅力を感じて入ることに決めました。もともと僕小学校の時はそんなに練習してなかったんで、正直初め僕中1の夏の前中が終わった後から入ったんですけど、9月ぐらいに、正直半年間ぐらいは練習ついていけなくて、本当にレベルの高い、まあ、ハードな練習ばっかりで、それについていけず、練習がまあ例えば6時半に終わります、そしてご飯食べて8時ぐらいにはもう自然に寝ちゃってましたね、ぐらいハードな練習だったっていう、だからついていけなかったっていう印象があります。で、まあその半年経ってからは、まあ、だんだん慣れてきて、でやっとその練習にもついていけるようになってから、なんか成長していったっていう実感があります。やっぱり上には上がいる環境だったので、常に強い人とできましたし、間違いなく日本で、まあ、一番いい環境だったのかなと思います。あの寮からも、寮と体育もくっついてましたし、素晴らしい環境で、もう本当に恵まれてました。で、その練習内容としては本当に皆さんもしかしたら、まあ、試合を見てる感じだと複雑な練習だとか、まあ、派手な練習だとかプレーをしてると思っているかもしれないですけど、青森山田の練習は本当に基本のしっかりとした、まあ、反復練習だったり、まあ、フットワーク練習、サーブ練習、まあ、試合、基本的な練習の積み重ねをひたすらやっていました。それをすることによって基本技術がすごく身についたと思っています。だからそういうところはぜひ参考にしてもらいたいなって思ってます。吉田先生にアドバイスされたのって、下がるなと、あとよく食べてよく寝てよく練習しろぐらいなんですよ。だから逆に考える力が身につきましたね。自分で考えながらどうやったらこの技術が上手くなるっていう、まあ、どうやったら試合に勝てるとか、いろんなそのどうやればいいのかっていうのを常に考えながらやることによって成長できましたし、そうです。あと例えば分からないことあれば、その強い選手とかに聞いたり、そういう環境でもあったので、いろいろ自分で考えて、まあ、行動しながら、生活していました。残念なことに夏の大会が、まあ、中止になって、その中学校から高校までの大会がで、まあすごく、まあ、僕自身中止になったっていう経験がないので、本当にその立場になってみないとわからない部分も本当あると思うんで、簡単には言えないですけど、本当に辛い思いをしてると思ってます。で、まあ、僕自身もその経験したことないですけど、自分がそうなった時のことを考えたらってなると、強く、まあ、悔しいっていう思いが絶対残ると思います。まあ、ですが、まあ、悔しいで
終わったままでは成長できないので、今こそ考えて行動しないといけないんじゃないかなって思ってます。やっぱり、まあ、卓球に限らず、まあ、行動、まあ、例えばトレーニングだとか、まあ、卓球も、まあ、できることはできるかもしれない、しれないので、それを、どうやって根本に結びつけるかっていうのを考えながら、ぜひ行動してもらいたいです。まあ、そうですね、大会が今後開催されて、みんなが、楽しくプレーできることを楽しみにしています。ありがとうございました。